イカタ古墳は、福岡県田川郡福地町にある古墳である。イカタ古墳は、全長11.6メートルの横穴式石室を有した古墳である。沿道から石室に至るまでの構造について、2003年まで3室構造だと報告されていたが、同年の調査によると厳密には、複室構造であると判断された。田川地方に残っている古墳としては、最大規模のものであり、 服装品として、近藤層のバグや杉駅などが発見されている。その出土品の内容から、当時の権力者の墓であると考えられている。6世紀の終わり頃に作られた、福岡県内でも、有数の規模を持つ巨大円墳である。1977年4月9日、古墳の破壊進行を防ぐことを目的に、福岡県から県の指定史跡に指定された。 1997年に発掘調査を行い、紛球測量を、修行の範囲確認、石室の実測作業を実施した。2007年に副市長教育委員会が発行した報告書によると、古墳の大きさは以下のようになる。2003年度、イコ面保護のため底面を30センチ盛り土しており、紛球の高さは約2.7メートルとなる。また、石室は、 福岡県田川地区において最大級の横穴石室である。出土品としてバグや素液、弾きなどの土器がある。ありがとうございます。